はい、皆さんこんにちは。面白雑談系の見た聞いた話やりましたね、松下洸平さん。いや、一年を通じて映画テレビ界で顕著な活躍した、まあ、将来有望な新人俳優選出して表彰する2023年エランドール賞新人賞受賞ですよ。いやー、松下洸平さん本当におめでとうございます。まあ、昨年放送された木曜劇場やんごとなきに始まり、そして日曜劇場アトムの子ですよね。いや、公演が評価された松下洸平さんなんですよ。松下洸平さん、今一番乗っている俳優だとね、ご自身でもおっしゃってます。自分で評価するのは難しい仕事ですので、まあ、ご覧になるお客様のもとに届かなければ意味がないなぁと思っていますと、自分がやってきたことは間違えてなかったんだなぁと思います。まあ、今回このような賞をいただけて大変光栄ですとね、まあ、感無量の様子の松下洸平さんです。いや、胸を張って家族に自慢したい、あまり普段そういうことができないのでと語った松下洸平さんですが、いやー、今日は胸を張って大きく自慢していただきたいと思いますね。いやー、両輪で頑張ってますもんね。歌手と俳優ね、歌もうまいし演技もうまい松下洸平、爆乗りの洸平さんです。いや、本当にこの昨今、役者としてだけでなく、まあ、歌手シンガーとしても活躍する松下洸平さんですよね。まあ、どちらも必要不可欠で守っていかなければならない場所なのでとね、ポイント2ポイントのね、アルバムでもそういうふうにおっしゃっていらっしゃいます。まあ、両輪で頑張りたいとね、明確にこうなりたいとか思いすぎず、目の前にあるそういうものを一生懸命やることが次につながっていくと考えていますと、今は自分ができることを精一杯一生懸命やって、いい形で未来につながっていければと願いを込めた松下洸平さんです。いや、さらにね、俳優デビューの場となった舞台について、まあ、自分にとってはまあホームなんですよね、全ての原点であると。まあ、今年は舞台にも挑戦されています。まあ、自分自身の意思で、そして守っていかなければいけない場所と断言している、まあ、そういう気持ちのある松下洸平さんだからこそ、このエランドール賞新人賞に輝いたんではないんでしょうかね。いや、本当に嬉しいですよね。そして、まあ、原点を忘れないように続けていきたいと、まあ、その意思をこういう場でもお伝えして言い聞かせながら舞台をやっていきたいとね、まっすぐなね、あの本当に優しい眼差しで決意を新たにされていました。そしてまたアトムの子で共演された岸由紀乃さん、いやー、この岸由紀乃さんもね、好きな女優さんですね。エランドール賞新人賞に輝きました。いやー、おめでとうございます。まあ、岸由紀乃さんもね、昨年は様々な作品に出会うことができましたと、とても充実した日々を過ごすことができて、これからも日々の学びを忘れずに、まあ、素敵な作品に出会えるように頑張りたいと思っていますとね、とこれからの抱負を笑顔で語ってらっしゃいました。松下洸平さんとも、まあ、こういう場でお会いできるのは本当に嬉しいですとね、喜びを語ってもいらっしゃいます。いやー、素晴らしいですね。他には中川大志さん、そして芦田愛菜さんも撮られていますしね。そしてまた間宮祥太朗さん、奈緒さん、いやー、間宮祥太朗さん、ファイトソングでもね、 YouTube 上げさせていただきましたし、奈緒さんもね、昨今もね、非常に乗っている女優さんですよね。ファーストペンギンでも、YouTube 上げさせていただきました。皆さんね、こう関わった方がもうこのエランドールを受賞された、非常に嬉しいと思っています。それでは皆さんの今後の活躍をお祈りして、エランドール賞誠におめでとうございます。
それではまた皆さんごきげんよう。さよなら。チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。